おはようございます。今日は5月9日月曜日です。まだ相場動いてない4時34分なんですけども、今週の解説、これについてお話していこうかと思います。まあ、まずはね、先週までを振り返りたいんですけども、一方的に上昇局面に入ってるのはこれは変わらないんですが、1時間軸で見ますとね、やっぱ収束したり、それからブレイクしたり、トライアングルを作るとドラマが様々だと思いますね。こちらの方を絡めて、まず週足の方から解説していこうかと思いますので、こちらをお願いします。はい、週足を見てみますと、一方的に上昇してるでしょ。もうこれはもう言うことないですよね。バーンとこういう風に陽線以外出てない局面ですよ、もうずっと。だから倍でほっとけば勝ち続けることができるということでございます。ただ私たちが戦ってるのは1時間軸なんで、1時間レベルで見るとね、確かにこうやってヒゲを出して下がってるところとかを見ると、ここではね、ロスカットを食らったところがあるかと思います。私もロスカットを食らってますからね。ただ基本的には倍でしかエントリーしてないので勝ちまくりです。倍でエントリーしてロスカットっていうのはありますけども、それは名誉ある勝利と言いますかね、いい勝敗北だと思いますよ。ほら、長期で1週間足で倍でしかこういう風に形成されてないね、チャートですからね。他にここまで極端に赤一色の局面ってありますかね。少なくともこの画面ではないでしょ。だから数年間こんなことってなかったわけですよ。すごいラッキーな相場だと言えます。じゃあ次ですね、日足の方を見ていきましょう。日足の方も同じなんですけども、このこれも何回もお話しますけども、横ばい局面からブレイクしていくと、あとはもう一方的にブレイクなんですよね、こういうふうに。で、3回目の波動を作ってますね、ここで。この波動っていうのは、これが一番長くって短くなってきて、さらに短いっていうふうに、だん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 ね、トレンドっていうのも収まっていくんですよ。それが分かる図になってると思います。だからこの動きっていうのはよく覚えておきましょう。規模は違いども、大体こんな感じでトレンドじゃない、レンジがね、ブレイクすると、その後っていうのは大体こういうふうにだんだんこの倍の角度も押し目を作りながら落ち着いていくって形になるんですよ。で、今この横ばいみたいな形に見えるようなところに入ってますね。でも相変わらず倍の方で取れると思うんですよ。はい、これが4時間なんですけども、結局ですね、似たような形を作りながら、こういった形を作りながら、上昇していくことはずっと上昇していってると思うんですよね。だから次もブレイクして上昇です。ただ上昇幅がちっちゃくなる可能性がありますんでね、そこをちょっと見ていかなくちゃいけないかなと。で、最終的にはロスカットでトレンドが終わりますからね。だからそろそろ反転するんじゃないかなみたいな気持ち、わかるんですよ。わかるんですけども、そういう身勝手なことではなくて、ロスカットは堂々と受けていきましょう。特に一方的なバイトレンドで、ずっとバイで、恩恵があったわけですから、最後までバイでロスカットを受けるところまではバイに入っていくわけですよ。ロスカットを食らいながら、だんだん、そろそろ落ち着いてきたかなって判断するわけですよね。で、ここにトライアングルがあって、横に収束して、そしてブレイクした瞬間、これが深夜に、儲けましたよ。一晩で何十万ですよ、みたいなところですよね。で、そこから、上昇トレンドに変わってきて、で、こちらの、ね、ゾーンがそのまま生きてるってことですよ。もう今度はこの上でしか動かなくなってきたでしょ。しかもこれが収束してるわけですよ。だからここと似たような形になってます。ですので、月曜から今週に至る、戦略としては、これが、ここと同じように、横に入ってきますから、このブレイクを狙う形になります。で、そのブレイクは大体、上の方に9割ぐらい行くってことです。ここでも同じことを言いました。大体9割ぐらい上じゃないのってことで、待っていたんですけども、深夜3時に起きたら、こっちの方に動いてきたんで、慌ててね、ショートの方に入って取ったということになります。だからね、張り付いて FX ができる人の利点としては、こういった急な動きに対応することができるってことなんですよね。今回 0.5% の利上げってことで、利上げならね、こういう風に行きそうなもんだったんですけども、実際こっちに行ったんで、クイックレスポンスをして、夜中に跳ね起きることができた私は、こう言ったらすごく皮肉ですけどもね、毎日コツコツと時間を守って、会社にお勤めの方の給料を、こうやって毎日ね、時間がある私が深夜3時、4時に起きて、バスンと一晩で朝までに取れることができるっていうのが、FX の世界なわけですよ。はい、以上ですね。だからね、なんて言いますかね、
FX とかそのパソコンインターネットで稼ぐってことの魅力ってのは計り知れないんですけども、自由と、それからいろんなね、今まで諦めてきた憧れを実現してくれるんですよね。そのためにはパソコン作業がだんだん増えていくはずなんですよ。ですので本業が忙しいからインターネットの方ができませんとかね、 FX ができませんとか YouTube ができませんってことになると、その本業はずっと続くだけなんですよ。だからそこは今までの常識を変えていかないといけないと。稼ぐっていうのはどういうことかっていうと、長時間労働することじゃないですし、毎日毎日指定された仕事をこなすことじゃないんですよ、稼ぐってことはね。それはまあ言ってみれば旧世代型の労働に従事してるっていうだけで金持ちにはならないんですよ。だから金持ちを目指すんだったら、少なくとも今よりもね、今までの働き方収入源は否定しなくちゃいけないんですよ。まあ難しいと思いますよ、人に雇われてるんでね。だから腹くくんないといけないです。ここを辞める覚悟っていう感じですか、で主に今働いてらっしゃるところで毎月ね稼いでる給料ってのはこの5年10年どのぐらい変わりましたってことをやっぱ振り返ってみると答えるまでもないと思うんですよ。でも FX の世界ね、私も6年前は1回も勝ったことがなかったんですよ。6年目にしてもうね、今5月に入ったでしょ、1000万以上の利益を今年1月から4月末までで上げてるわけですよ。だからもう言ってみれば同じ年代の方の年収をこの5年間6年間でもう凌駕してるわけですよね。でこれはしかも私のオリジナルのテクニックじゃなくてテクニカルトレード、ね、これなんですよ。だからテクニカルトレードってのは掛け算の九九みたいに覚えるだけで終わりですからね。掛け算の九九は間違えないと思うんですよ。私もテクニカル間違えないんですよ。たまに間違えますけどね要は偶然性が入ってくるんで、掛け算の九九には偶然性はないですけども、トレードには偶然はありますんでね、ファンダメンタルっていうのは。だからそこはロスカットを大いに受けないといけないところだと思いますけども、でもやってることってのは覚えたテクニカルを使ってるだけですからね。だから覚えた掛け算の九九を使ってるだけと同じですから、だから非常にね単純なんですよ。なんか摩訶不思議な能力がいるってことではないんですよ。これはねこれからも強く訴えかけたいと思います。もう本当になんか掛け算の九九を覚えるのと同じような作業をするだけでお金のことは肩がつくんですよ。 FX で勝てない方っていうのはその掛け算の九九を覚えないまんま市場に入ってきちゃってるんですよね、だからテクニカル覚えるだけですから。繰り返しますけど、じゃあ本日は以上です。頑張ってください。はい、じゃあお待たせしました。追加配信ですね。9時過ぎたんですけども、あれから1時間半ぐらい経ったんですね。朝9時、あ、7時半ですね。9日の7時半は、こういう三角形が見えていたんですけども、いかがだったでしょうか。で、次の瞬間、1時間半後なんですけど、9時に三角形がね、こういうふうに形を、まあ破ったのかなっていうふうに見えます。でまあ1時間はこんな形で、残りの時間軸は全て、まあ倍の相場になってますよね。それからこちらのレンジがこういうふうに被ってますんで、もうこれはね、テクニカル的には上に向かうしかないかなっていうところにはなってますね。こちらを突き破って伸びてますんで、はい、まあ午前中もうあと1本か2本、この陰線陽線、まあでもねこの陽線が完全にこれね上昇局面に入ってますからね、移動平均線も全部上にぶち抜いてますし、まあもうこれ倍で入っていいんではなかろうかと思いますけども、慎重になりたい方はあと1時間2時間予想見たらいいと思います。じゃあ今日は以上ですね。こんにちは、追加の放送です。14時30分ですけども、午前中に追加放送した時にはこういう風になってましたね。ここに三角形が出ていて、こういう風な形でね、でこの三角形をブレイクして上の方に行くんではなかろうかということでございます。力点がここです。これはこの補充線引いたらかなり分かりやすかったじゃないですか。だからもう今決済した方がいいかなと思います。まあ20ピップスから25ピップス、まあ30ピップスはねちょっと難しいですけども、悪くても20ピップスぐらい、だから標準ロットで言うと2万円ぐらいの利益にはなってると思いますから、まあそれでいいんじゃないですか。まあこれ以上伸ばす必要はないかなと思いますね。まあもうこんなもんでいいんじゃないですか今日は。でポイントですけども、陽線がズバッとねこの辺りから出てますけども、
唯一出てる陰線でも下髭が大きいでしょ、うん、だからこれは陰線といってもすぐに買い戻されて上昇する陰線だっていうことがわかるわけなんですよ。で詳しくはね、ヒゲの解説のところで散々やった時が、週がありましたけども、そこを参照していただければと思います。ということで、上昇どんどんいって、まあ今がね、もう決済し時じゃないかなと思います。131円に回復してきましたんで、あとはまた135円を目指してね、相場解説の方をしていこうかと思います。今回すごいですよね。こっからですからね。こっからグイッと上がりましたんで、まあ人によっては2円とはいかないですけども、1.5 円ぐらいいったんじゃないですか。全部で。深夜のダウンブレイクはここですからね。まあ、巻き戻したらいろいろと言いたいことはありますけども、こういうふうに補助線を引くことが全てです。うん。うまくいきましたね。じゃあ今日は以上です。明日またよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。本日5月10日、朝4時の相場解説になります。この、今画面見ていただいているトライアングル成功なんですけども、昨日の時点でですね、こういうふうなトライアングル、黄色でちょっと見にくいんですけども、あえて黄色で書きますね。こういうふうなトライアングルを指し示したと思いますけども、このトライアングルを突破したのが、矢印と丸で囲ったここですね。で、この利幅が取れたでしょっていうところで終わってました。昨日の午後3時ぐらいだったと思いますけども、もう別にね、いつものように6時とか7時を待つこともなく、ここで利確して、まあ、そこそこのね、20ピップス前後は稼げていると思いますので、そこでもう店じまいしましょうということをお話しました。それが昨日終わっていたところですね。この今見えている補助線だらけの図、これがね、まあ、ここまで利益をもたらしてくれた痕跡ですよ。で、閉じて今現在の日足を見てみます。この日足ぐーっと上がっていってね、押し目を作って高値圏に来てますけども、だんだんとこの一直線の図が短くなってるでしょ。だからそろそろ終わることを覚悟しておかなくちゃいけないと思いますよ。終わって新展開でさらにぐわっと大きく伸びるっていうのはありますけども、まあだんだんとこれが横ばいに入っていくとこなんじゃないかなって思います。それを4時間で確認していきます。4時間ですけども、まあこういう風なね、ダブルトップまではいかないんですけども、似たようなところで反転して、まあレンジの様相を呈してきたかなっていうところです。うん、同時にね、こういう大きなレンジも、あれ四角になっちゃった、大きなレンジも見えるわけなんですよね。こういうレンジもね、まあけどここでしょうね。今回はこのレンジを超えて上に行くのか、それとももごもごした挙句、これはもう行動の限界点に来て下落に向かっていくのかでございます。下落に向かうとしたら129円台で一応止まるかなと思いますよね、ここでね。まあ状況は刻一刻と変わってますので、あ、ここもあるな、ここも、うん、ここ見つけられてよかったな。ここで止まるかもしれませんね。ということはゾーンがここに決まるってことですね。ゾーンが129円000から、まあ129円の390あたり、ちょっと大きめのゾーンになりますけども、こういうふうな抵抗体が引けるんではなかろうかと思います。まあですので、落ちていくとしてもここまで、その後レンジを維持するのか、それとも突き抜けて上の方に行くのかっていうところをまたね、近い将来見ていくことになると思います。1時間行きましょうか。うん、だから今高値圏にいるってことを考えると、この高値圏のまずはトライアングルがあって、横ばいがあって、横ばいからブレイクして、でここで止まって、あと上昇トレンドをずっと作ってきたのが今ここで終わったかなと。で、高値圏にいますんでね、日足を見ていくと、うん、これが大きく逆回転する可能性もなきにしもあらずなんですよ。だいたいね、上り調子でみんなが130円135円だっていうふうに予測しだしたら、そうじゃない流れが起きてきて、あれってことになるわけなんですよね。もうちょっと伸ばしてみましょうか、ここ、うん、だからここを突き抜けたら、ちょっとね、下方向に一気に進むってことですよ。でここを破ってさらに下に行くと、この2つの点をセルに関しましては見ていきましょう。バイに関してはですね、今日5月10日の時点でこれが跳ね返って上に行くのかなってところです。その時に見ていきたいのが、ここを破るのか、ここを破るのかです。場合によってはこれヘッド&ショルダーができちゃいますからね。まあ綺麗なヘッド&ショルダーではないですよ。
うん、でもここでヘッド&ショルダーに似たような力が作用が働くようでしたら、うん、これ135円のところかね、また急速に円高の方向へ向かうんじゃないかなってところも考えられます。まあそれをいろいろ今日ね仮説立てましたけども、どっちに向かうのかを判断する指標を作ったということでございます。実際はどうなるんでしょうね。今日一日見ていきましょう。それでは以上です。はい、9時半の FX 追加放送です。ご覧のようにね、下落の恐れがあるといった1時間軸なんですけども、ちょっとこれゾーンを引いてみますね。赤い線で一応補足はしてあるんですけど、ここですよゾーンは。マーカーでうっすらと黄色い色をつけておきますね。で、今下落の恐れがあるここの水準をちょっと下回ったでしょ。で、ここを突き破ったら大きく下に行くんではなかろうかというふうなのが私の見立てです。ですんでね、一応ここから跳ね返って上に行くっていうことはなかったんで、ちょっと下落の警戒をしないといけないですよね。うん、まあそういうことです。ヘッド&ショルダーに似た形もできそうなんで、もしかしたらこれね、一時的にかもしれないけども下落が起きるかもしれません。ということで引き続き警戒をよろしくお願いします。いってらっしゃい。お疲れ様です。 FX の続報です。5月10日の11時なんですけども、まずゾーンを書きましょうか。ゾーンをもう一回書きますんで、マーカーで黄色でサインしますね。こういう風な形で今ゾーンが形作られているんですよね。で、そのゾーンを作ったものといえば、ここの130の192と129の860という2つの力点なんですが、これがどうして作られたかっていうことは、こちらのね、ゾーンがそのまま作られてる、使われてるってことですよ。これがそのまま横に引っ張ってこられて、そこに突入したんで、警戒してるってところなんですが、さあ、ここをね、突破したら、下の方にぐーっと伸びるかと思いきや、ですよ。急速にヒゲを出して上方に行きましたね、上の方に。これが何を意味するか、もうお分かりですよね。このあたりで売りのポジション、あ、ちょっとすいません。このあたりで売りのポジションを取った方が、ここですよ。かなりの上級者と見ますけどもね。このあたりで売りのポジションを取った方が、急速に決済したんですよ、ここで。まあ、ですんで、このあたりのロスカットを巻き込みながら、先ほどのね、私のような、ここを割ったら、売りに入りますよっていう風にして、早期に売りのポジションを立てた方のロスカットを巻き込みながら、急上昇していったわけですよね。さあ、それでゾーンをくぐり抜けましたんで、ここはこういう風になったという風に考えてもいいんではなかろうかと思います。ですんで、急落の恐れはあったんですけども、そこはまあ出したかなというところでございますね。つまりは、ここの下のライン、下の力点は、超えて下に行くのはまあ並大抵のことではないっていうことが、ここで一つ分かったということになります。分かったと言ってもね、本当にそうかどうかは、これからの動き次第ですけど、まあほぼ私の場合では、もうこっから下の方に行くんだったらもう仕方がないなというところですね。で、改めてね、買いの方にポジションを立てていこうかと思います。もうすでにポジションを立てている方もいるかもしれませんけども、私の場合はですね、こちらですね、131円少なくとも、を超えて上の方に行くんだったら、エントリーポイントを決めますね。まあそういった形で、今のところ、今日のところは、もうポジションを持たずに、残りの時間行こうと思います。今日はロスカットを食らったんでもう結構です。今日は、エントリーポイントを探すため131円前後ですね。こちらの方を狙っていきます。おはようございます。5月11日、朝の3時40分ですね。まだ朝と言いますか、深夜でございます。夜も明けてないんですけども、まあ今回もね、講義付きで、相場解説のをお届けしたいと思います。まあ今週に入って結構私細かいペースで、FX の更新してると思いますけども、これはね、展開が変わりやすいから、どん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 補足の動画を上げてるんですよね。で、私のコンサルってのはこのペースで行っているんで、私の直接コンサルを受けてる方は強いんですよ。それこそね、一発10万、20万みたいな利益を私上げてるところをお見せしてますけども、あれと同じペースで私のコンサルを受けてる方も利益上げてますんでね、ものすごく儲かっているということが言えます。ただし、元金がそこそこないと、私のコンサルをいくら受けてもね、利益が十分取れないってことになりますので、コンサル費用負けしちゃうんですよ。ね、ですんで、その辺はね、もう自分が、証券口座に、まあ、5000円しか入れられませんとか、1万しか入れられませんみたいな方は、ちょっと私のコンサルをね、やっぱこう、数万とかでチープなものを売ってるわけではありませんので、やっぱりみっちりやりますんでね、
そこそこの金額になってきますので、私のコンサル費用を取り戻せる方というふうに私が判断した、もしくはご本人がそれでいいよっていうふうにもう納得されている方に関しましては、私のコンサルをお届けしてみっちりと指導して買っていただきます。いや本当にね、金額がちゃんと詰めれば1ロットとかで勝負できればね、まあ、少なくとも 0.5 ロットとかで勝負できるような地盤資金力を蓄えていただければ、具体的には30万だか50万が証券口座に入るという形でしたらね、まあ多分そんな私のこのペースだったらね、あっという間に本当にあっという間に FX を味方につけることができるんだと思います。さあそれでね、まあそういった前置きはよしとして、今回ですけども高値圏に入ったけども動きがちょっとね鈍化してきました。その辺のメカニズムをお話していきます。じゃあ画面を切り替えてお話していきます。ここからが本題です。はい、日足なんですけども、毎回毎回お話してますけどもね、ずーっとこのレンジから抜け出してブレイクして上昇してきました。この上昇幅が大きかったんですけども、押し目を作って次の上昇幅っていうのはこれに比べるとちょっとちっちゃくなってるわけですよね。でもう一回押し目を作って上昇した時のその上昇幅はさらにちっちゃくなってるでしょ。こういった形で上昇トレンドに入ってもね、押し目を作るたんびに基本的にはいいこの勢いっていうのは失われていきつつで、最後には横ばいみたいな形になっちゃうんですよ。で、ダブルトップを作ったりとか、ヘッド&ショルダーを作ったりとかして、下落が始まるよっていうのが、よくあるパターンなんですよね。ですんで、これ上昇すればするほど、高値圏に入れば入るほど、今度はですね、下落するリスクをずっと抱えていくんですよ。まあ、重いものを持ち上げたらね、どっかで限界点が来て、腕が疲れて、ボーンと物が落ちちゃうみたいな感じです。で、テクニカルっていうのは、こういうところもちゃんと上昇トレンドの中で利益を取りながら、ロスカットを食らってね、それから、あ、下落に転じるんだな、新体感だな、というふうに気づいていくことが大切なんですよね。まあ、ですので、細かく追加、相場解説をお送りするのには、そのタイミングを失わないようにしていただくためでもあるんですよね。じゃあ次、4時間見てみましょう。これで4時間見てみますと、今度はね、下の方から上がってきてるんですけども、今度ね、上げ幅がほら、もうちょっと失われてきて、この辺りでもうダブルトップみたいになってるわけですよ。ね、台形みたいにね。だこれは横ばいに入ったっていうような解釈を私ってしますけども、横ばいってことは今度ブレイクするわけですよ。で、ブレイクが新しく上昇の展開を見せる可能性もありますよ。そうすると上げ幅ってのはまた大きくなりますけどもね。でも逆にこうなってくると下落の可能性も出てくるわけですよ。それをよく表しているのが、1時間です。これが1時間軸なんですけども、お話したように、ここにレンジがありますよね。で、これをぐーっと横に伸ばすと、このレンジがそのままゾーンになるわけですよ。そして高値圏でできたこれがヘッド&ショルダーになってきてるよねってことなんですよね。ヘッド&ショルダーにね、なってきてるでしょ。こういうふうに。もしくはね、この山を2つで1個の山って見なすこともあるんですよ。この2つの山1個で1個の山だよねって。ということはここもね、もう1個ぐらい山を作って、こういう形か、こういう形か。で、これをもう1個のヘッド&ショルダーのショルダーとして下落を始めるかもしれないんですよね。その場合はこのゾーンを抜けて下の方に行きますんで、この辺りでエントリーすればいいってことになると思いますよ。で、この形を見ておくことが大事です。さらにもう一個あります。左右対称ってのがよく出ますけども、左右対称までいかなくても、レンジをしばらくうろうろしながら下に抜ける、もしくは上に抜けるってこともこれからね、予想できる動きの代表例でございます。ということですね。講義は大体こんなところでございます。はい、いかがだったでしょうか。ずーっと高値圏に来たってことは、下落のリスクをずーっと抱えてるってことなんですよね。でも、ここら辺で反転するんじゃないかなっていうふうな、いわゆるね、小賢しい予測を立てるんじゃなくて、上昇トレンドに今ね、真っ向入ってるわけですから、上昇でロスカットを食らうまで、倍、倍、倍で押したらいいと思いますよ。あくまでもロスカットを食らってから、あ、頭冷やさないとなって、っていう風にするぐらいのペースでないと利益を最大化できないんですよ。ビビって様子を見ようかなとかね、この辺でなんか下落に転じるんじゃないかなみたいな勝手な判断入れちゃうと、じゃあですね、縁もゆかりもないところで上昇トレンドなのにうまいふりしてセルの方に入れたらどうなるかってことなんですよ。これはですね、それでうまくいく場合もありますけども、ロスカットのリスクを自ら高めにいってるもんなんですよ。上昇トレンドの時はとにかくロスカットを食らうまで上昇で入れていくね。どうしても怖いんだったらロット落としてでも上昇に入れていく。この繰り返しによって経験や勘が養われてきますから、ビビらずに進んでくださいね。というのが今回のマインドセットでした。
短い動画ですけども、かなりいい内容になってますんで、繰り返しこれはね、見ていただきたいと思います。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。どうも、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今、5月12日朝5時の日足を見ていただいてるんですけども、いや、どうもですね、こういう風になってきた流れが、やっぱりこう、止まってきましたね。日足でも、ちょっとこう横ばいに入ったような感じです。横ばいにね。どうもギザギザして上に行くのか下に行くのか方向性が定まらないような状態ですから、まあここはね、しばらく横ばいになって、まあ上の方に行くのか下に行くのかっていう風な形になると思いますね。一方的な上昇ってのは、とりあえずなりを潜めたってことになります。だここと似たような状態に戻ったわけなんですよね。まあそうなるかなというふうな予兆はありましたよね。最初のこの推進波が長くてちょっと短めになって急速に短くなってってところでだんだん気づけたんではないかなと思いますよね。はい、じゃあちょっと4時間見てみましょう。4時間はねもう完全に横なんですよね。4時間はこの辺りから横ばいに入っちゃったなというところですね。大きく見るとこういうふうな横ばいでございます。ちょっとエントリーにも向かないですよね。いつものような下3桁のエントリーポイントの明示には至りません。まあ今様子を見てるっていうところだと思いますけども、ここは1時間ですが、一応設定したゾーンがね、こういうふうにあった時に、ヘッド&ショルダーも警戒しながらね、見ていただいていたと思うんですけども、ヘッド&ショルダーにもなってないですね。このまんま、なし崩し的にボラティリティを上下に振って横ばいに入るんじゃないかなと思います。まあちょっとね、謎なのがこの大きな陽線なんですよ。これはちょっと私わかりません。材料があったのかもしれませんよね。で、続いてすぐに陰線で同じような水準に引き戻されちゃってるってところですよね。ちょっとなんとも言えないですね。だから今、もう全体的な相場感というのは右肩上がりなんですけども、エントリーしようとする1時間足がここまで乱れて全体的な横ばい要素を呈していると、これ上に行く下に行くどちらも予兆がありませんので、あの様子を見るしかありません。様子を見るしかないです。だからもう今週エントリーできないかもしれないですよ。これはここまで分かんなくなっちゃうと、仮説を何本か立ててきましたけども全てがね崩れましたんで、私の守備するテクニカルでは判断できないということになります。だからこの上でね、さらにレベルの高いテクニカルを身につければ、今回の状況も解説できると思うんですよ。私はできませんし、そこまでしなくてもいいと思いますね。まあ、たかだか生活費を稼ぐための FX ですから。いや、言ってみればたかだかですよ。たかだか生活費を稼ぐためのテクニカルには、これ以上の、まあ、なんですかね。まあ勉強はいらないかなと。FX の理解はいらないかなってことです。今まで通りの、テクニカルの基礎知識、4つのね、手法がありますよね。あれ駆使しただけで、まあ年間で1000万ぐらいはできますんでね。1000万じゃなくても500万でもすごいですよね。もちろん資金量にもよりますけども、資金量が10万、20万じゃさすがに生活はできませんけどもね。50万とか100万、まあ100万ですね。100万が、詰めるんだったら、それは年間で1000万の利益を出すことは可能だということです。要するに 1000% ってことになります。ただすぐじゃないですよ。これから始めようとしている方は、まずは100万を200万とか300万にするところからだと思いますけどね。はい、じゃあ今日はそんな感じで、特に申し上げるこれだってものはありません。ただ、これだってものがないっていうふうに分かるだけでも、これは FX のテクニカル理論の帰結だというふうにね。受け止めていただければと思います。無理しないで今日明日見ていきましょう。まだまだ勝負できる日は今月ありますよ。しっかりとね。じゃあ。はい、おはようございます。5月13日朝6時の相場解説。まず日足から見ていきますけども、昨日お話したように、昨日、今日とね、木金はもう触らない方がいいんじゃないかなってことを申し上げました。まあ、強いて言うなら、レンジの幅に入ったよってことなんで、まあ、それを意識すればね、ブレイクアウトではなくて別の考え方にはなったと思いますけども、日足を見ていると、やっぱりこういう風になってるところが見えると思うんですよ。まずはね、レンジがこういう風にガーッと横たわっていて、ブレイクした後大きな波を作って、押し目。
2つ目はちょっと小さめのおしめね、ここの長さがちょっと短くなっていって、3つ目はもっと短くなっているところですよね。でそこでもうこれ以上伸びないのかなと、というのがこれここまでいっておしめを作ったのかと思ったら案外伸びなかったんですよね。だからこれレンジに入ったという判断を早々にできたのは良かったなと思います。もしかしたらこれがね、あの転換して下に向かうんではなかろうかっていう、そんな懸念も未だにあるんですよ。ただやっぱり全体的なドルと円のバランスから言うと、順当に考えてまだまだね伸びていくんだと思うんですけどもね、この辺を見極めなければちょっと冷やし以上で勝負してる方がきついんじゃないかと思います。で私たちの主戦場っていうのは1時間ですから、1時間見ていけばいいわけですけども、これ4時間ですね。4時間はほらレンジこういう風になっていく、もしくはここがレンジになってるよってことを申し上げましたけども、だんだんそういう風になってきましたよね。ただここまででかいレンジだと相場を張るも何でもないんですよ。でかいレンジなんて誰でもできますからね。そうじゃないんですよね。もっと細かいレンジでブレイクアウトなりレンジオプションなり取っていかないといけないときに、この4時間っていうのはいまいち、テクニカル的にはちょっと参考にならないかなと。一つ言えるのはダブルボトムではなかったなってことです。こことここでダブルボトムを作るかっていうところもあったんですよ。でもそうではなかったかなってことで、もしかしたらダブルボトムを作るとしたらこちらとね、この辺り、これから生まれるこの辺りのどっかになるんではなかろうかって気がしますよね。ちょっと待ってください。もう一回やります。この辺りのどっか、この辺りのどっかですね。どっかでダブルボトムを作って、大きく上に跳ねるポイントがもしかしたらあるのかもしれません。4時間はそれを意識しておきます。次です。1時間なんですけども、どうでしょうか。ちょっと形崩れてきましたけども、高値圏でこういう風に、ヘッド&ショルダーを作るんではないかなということを申し上げておきましたけども、形は変ですけどもね、ヘッド&ショルダーとはとても呼べないんですけども、結局はネックラインを超えた時にダダーンと下がっていったところはあったのかなと思うんですよ。まあ、これはヘッド&ショルダーが完成したでしょって言ったら言い過ぎなんですけども、ただ高値圏なんで大きく下に下がるっていう瞬間は覚悟しなければならない、その覚悟が来たってところなんですよ。もちろん私はエントリー全くしてないですよ。エントリー全くしないんですけども、今振り返れば、やっぱり大下がりしたなと。ヘッド&ショルダーじゃないんだけども、ネックラインを超えた時に下に下がるのは一緒だなと思ったわけなんですよ。ね、ヘッド&ショルダーではないですからね、これね。ただ、それに疑わしい形にはなったでしょ。だからヘッド&ショルダーの応用編です。これは分からなくてもしょうがないです。ただ高値圏に来てるから、いつでも大きく下に下がるっていうのは、上がれば上がるほど覚悟しなきゃいけないってことですよ。はい、ということで今週は以上ですね。特に先の展望とか見えませんので、特に来週からこうしましょうみたいな話は今はしません。今日一日を通してやっと見えてくるものがあるんじゃないかなと思います。見えてきましたらね、土日の間にまた相場解説しようかと思います。今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。